なんか心理テストある。あなたは夢の中でとある動物園に来ています。実際の動物園のことは気にせず次の質問に答えてみてください。入り口のすぐのコーナーにはどんな動物がいますか。動物の名前とその動物が連想される形容詞強いなどで終わることは3つ答えてください。一番奥のコーナーにはどんな動物がいますか。こちらも動物の名前とその動物から連想される3つの3つを答えてください。入り口か。入り口はやっぱあれでしょ、ライオン。ライオン、キリン。ライオン、キリンらへん。動物園っぽいよな。強い、かわいい。強い、かわいい。強い、かわいいっぽい。一番奥はパンダ。ぽい。ぽい。ぽい。白い黒い。いや、ぽさだよな、でもだって。そんなん動物園とか行ったことないでな。結果はリプランに続く。結果リプランに続いてないが。おい続いてない。待ちます、ツイートの更新を。ちぐささんの、西園ちぐささんのツイートの更新を見ればわかるかと思います。今ねもちゃもちゃしてる。ググろうかな、結果だけやめとくか。気になるじゃん結果。なんでよ。心理テスト出てた？見るか。ちょっと待ってね。心理テスト、心理テスト。見ます。入り口を入ってすぐのコーナーに動物は多くの人に見せたい自分。あなたが理解している理想としている自分自身を表します。動物の名前とそこは連想する形容詞があなたが心の奥底でこんな風になりたいと考えている自分。なんだっけ、ライオンかキリンぽい、強いぽい、なんだっけ、なんて言った、強い、強いぽい、かっこいい、いやかん、強いぽい、かわいいか。一番奥にいる動物はあなたの本質、つまり自分でも気づいていないかもしれない本当の実際の自分の姿を表します。白い黒いぽい。なるほどね。僕は強いかっこいい、ん、強いかわいいぽい人になりたくて、でも自分の本質は黒い白いぽいなんだ。ぽいには慣れてんだじゃん。なるほどね。大事なのはポサよ、ポサ。どこがいいだろう。まあ一番はここ、やっぱその横の草むらもいい感じ。トンネルを背にして、トンネルを背にして左側の、左側、ここ、見えないところで買っちゃったんだけど。おい、ここ車線通んないじゃねえかよ。
ここだとよ。あそこじゃ撃てないじゃねえかよ。やっぱここだったんだって。ここだったよ、やっぱり。4人帰ったぞ、4人。何？今のは何？ここでもしかして来ない？ 来なくね？来ないのかな？帰る？もう、まあ、今の4人いなかったらもう帰んないかな？昔昔、あるところに、おじいさんとおばあさんがおったそうな。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。おばあさんはその大きなもの、もうあと1分待てばよかったのに。あと1分待てばプレイヤー枯れたのに。なんだよそれ。帰ろうと思ったら来た。悪いことはすんなって。桃太郎来たわ。マジか。寝よっか。まあ時間の目安が分かったということで、今回はいいでしょう。僕の出待ち冒険談は続く、これからも。